見たまんま保健室だね。ここに手がかりがあるとはあんまり思えないけど、一応どんなものがあるのかもう一度漁ってみよっか。やあやあ皆の衆、待った。あ、勇気も来るって言ってたっけ。ああ忘れてたな。ごめんごめん。勇気はなんでここに？それはもちろん保健室が好きだからだよ。保健室が好き？なんか落ち着かない？この消毒液というかガーゼの匂いというか。私はどっちかっていうと苦手だなこの匂い。ま、大人の女にしかわからない良さってやつですな。どんな大人だ。あおちゃん？よし。ちょ、ココロ？
全然気にしてなかったけど、ここって情報の宝庫だよね。何かこの世界についてわかるかも。調べてみよう。ココロ、この図書室すごいよ。死神のセオリーが全巻揃ってる。死神のセオリー？そういうタイトルのアニメがあってさ、その原作小説なんだ。学校にこんなものが置いてあるなんて、いやー、置いた人わかってる。あおちゃん、本当にその本が好きなんだね。心は何か好きな本とかないの？ごめん、覚えてないんだ。でもこの恋愛小説とかはちょっと読んでみたいかも。いいね、今度読んでみようよ。あ、死神のセオリーももちろん読むこと。うん、わかった。そういえば何か手がかりになりそうなもの見つかったかな。そうだ、変な本があったんだよ。表紙も中身も何も書かれてなくてさ、装飾だけが書いてある本。あ、私もそれ見つけたよ。一冊や二冊じゃないよね。うん、ちゃんと文字が書かれてる本はもしかしたら見た目ほどないのかも。文字のある本もさ、なんか見たことある本ばっかりなんだ。知らない本があったと思ったら、料理のレシピとかホラー小説とかで。役に立ちそうな本はなかったね。なんかこの図書室おかしいんだよな。揃えてる本のジャンルが偏ってる気がする。危ないっていう話だったけど。そんなでもないね。あ、パソコンがある。これ回線つながってるのかな。どれどれ。ん、どうしたの。なんか女の子のイラストが。何してるの？うわあ！ってなんだ、レナさんか。驚かさないでよ。ここ一人になりたい時によく使ってたの。だからあんまり人に来てほしくなかったんだけど。私だけの部屋ってわけじゃないしね。とやかく言う権利もないか。ねえ、このパソコン使ってもいい？外にアクセスできるか試したいんだけど。まあ、あまり変にいじらないなら。オッケー。じゃあちょっとお借りして。ダメだ。やっぱりどこにも繋がらないよ。めぼしいファイルもなかったし。ペイントソフトで遊ぶことぐらいしかできなさそう。残念。私も何か見つけたら連絡する。うん、お願い。ん？そういえば最初に見えてた女の子の絵って何だったんだろう。